はい、コウジャンです。この動画では拡張版で強化されたフランクの後衛側騎士をご紹介します。4対4の後衛フランクを想定するために他の7キャラを AI で埋め、チームボーナスの影響を受けないように味方の文明を全員フランクにします。今回のコンセプトは拡張版で追加されたユニークテクノロジー騎士道の騎兵育成所の作業速度プラス 40% を生かして、近衛騎士のアップグレードをできるだけ早く終わらせるように立ち回るというものです。騎士道は城主の時代で研究することができますが、研究するには城が必要です。ですのでこの研究効果を最大限得るためには城主の時代中に城が建っている必要があり、その建造用の石も早めに取っておかなければいけません。普通即騎士をするなら、少しでも騎士を効率よく生産するために不要な石は獲得せずに内政を進めていくものなので、同じ時間の騎士量は若干の差が出てしまいますが、フランクのユニークボーナス城の建造コストマイナス 25% があるので、他の文明に比べてそこまで差が拡大するものではないという認識で進めていきます。拡張版のフランクはユニークボーナスで新しく果実の採取速度プラス 25% というのがあります。このボーナスのおかげで果実の採取速度はイノシシから食料を得る速度並みに上がり、暗黒の時代から有利な内政を構築することができるようになります。今回は27人で漁師をし、進化直後に追加で2人生産します。建物は騎兵育成所と市場を建造して城主の時代へ進化します。果実のボーナスのおかげで城主インする頃には他の文明より食料を150前後多く獲得できる感じになります。この時間でも漁師中に果実をすべて採取し尽くすことができ、15分台の城主インでも資源量にかなりの余裕ができます。城主序盤の騎士生産は少し抑えます。だいたい4体から6体ぐらいです。この動画では4体に抑えて、自陣の防衛は神殿を建てて聖職者に任せるスタイルでいきます。騎士の生産を抑える分、早めに手押し車、荷車を済ませて内政のピークを前倒して持っていきます。このスタイルで内政が無傷でゲームが進むことは非常に稀ですが、まずは理想時間を測る参考にする意味でご容赦いただきたいです。今回の内政のポイントはどのタイミングで石を取り始めるかというところですが、あまり早くしすぎると騎士の量や性能を上げる上で支障をきたすので、目安は鎧2段階目が終わったあたりで始めるといい感じです。時間にしてだいたい25分から26分前後ぐらいでいきましょう。取り始めは石の採掘を研究し、少しでも効率を上げておきます。遅くとも30分までに帝王を押すことを目標とし、押してから間もなくして城の建造に必要な石が集まっていることが理想の流れです。建造するときは6人以上の農民を割くことで建造時間を1分ちょっとまで早めることができます。城の建造が終わり次第騎士道の研究をします。騎士道の研究には40秒かかりますが、帝王の進化ゲージがおよそ 80% までに研究し始めれば、帝王に入るまでに研究が間に合う計算になります。帝王に入ればあとは流れ作業です。重騎士の研究と城で徴用を研究するのは最優先で、他は戦況によりけりです。騎士の量産や交易の準備など忙しい場面ですが、もう一息です。重騎士にアップグレードが終わったらすぐに近衛騎士に行きたいですが、この動画だと30秒ほど資源がたまらず遅れてしまいました。アップグレードと騎士の量産とどちらの方が優先されるかはケースバイケースなので、必ずしも近衛騎士のアップグレードが優先されるとは限らないです。今回は最終的に市場で資源調整をして近衛騎士のアップグレードに取り掛かりました。スムーズにいけば35分台で近衛騎士へのアップグレードが終了します。城の準備をしていない近衛騎士のアップグレードと今回の近衛騎士のアップグレードの比較をすると、
重機師のアップグレードの時間も含めて110秒ほど早くアップグレードを済ませられます。これはほとんど漁師の進化時間に相当するものなので、いかに早くなるかお分かりいただけるかと思います。アップグレードが済んでしまえば、あとはひたすらこの液脂を敵陣に放り込むだけです。生産時間も非常に早いので、敵陣でやられてもすぐに補充が効くのがフランクの強みです。今回の流れをざっくりまとめると、27プラス2の即上手で15分台の上手印、32分台の低音印が目標数値になり、35分台でこの液脂に到達するのが拡張版のフランクの魅力と言えます。フランクのユニークボーナスを余すところなく使っての到達となりますので、他の文明には真似できない強力な戦術と言えるでしょう。詳しい流れはブーブリーで再生できるリプレイをご用意しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。